フィレンツェの匠のコンポーネント、フィレンツェの匠、ダイフストン・フォン・フィレンツェは、2000年にドイツのオレイヤー社から発売された、ボードゲーム。作者は、リヒャルト・ウルリヒとウォルフ・ガング・クラマー。プレイ人数は2から5人。なお、放題は、メビウス・ゲームズによるわけである。プレイヤーは、フィレンツェの貴族となり、パトロンとして、お抱えの芸術家に、評価の高い作品を作らせ、 貴族の名声を競い合う。競り、計画、パズルといった様々な要素が盛り込まれている。A フェーズでは競りを行う。親は競りの対象を選び、200フローリンから競りを始める。左隣のプレイヤーから時計回り200、フローリン値段を釣り上げるか、競りから降りるかを選択する。一人を残して全員が競りから降りた時点で落札となり、 落札者はタイルあるいはカードを受け取り、支払いを行う。以降、このラウンドの競りにおいて、落札者は参加できず、落札されたものは競りの対象にならない。競りの対象は以下のようになっている。親あるいは、親がこのラウンドで、すでに落札していた場合には、親の左隣のプレイヤーが次の競りの対象を決め、同様の手順を繰り返す。1.2を繰り返し、 全員が一つずつ落札した時点で B フェーズへ進む。B フェーズは親から時計回りに全員のプレイヤーが購入、作品発表を組み合わせて2回行う。購入購入できるタイル及びカードは以下のようになっている。作品発表手元の作品発表をしていない芸術家カードを公開する。作品の出来を示す作品ポイントはタイルやカードのボーナスの合計となる。 ラウンドごとに発表に必要な作品ポイントの加減が決まっており、ゲームが進むにつれて質の高い作品でなければ発表できなくなる。全プレイヤーが B フェーズを終えた後、品評会を行う。このラウンド中に作品発表された作品の作品ポイントを比較し、最もポイントが高いプレイヤーに名声ポイントが与えられる。 プレイヤーは作品ポイントを名声ポイントかお金、あるいはそれらの組み合わせと交換し、親が左隣のプレイヤーに移動し、次のラウンドを始める。7ラウンドが終了した後、名声カードによるボーナスを名声ポイントに追加する。最も名声ポイントが高いプレイヤーがゲームの勝者となる。景観タイル及び建物タイルは取得と同時に、 手元の敷地ボード上に配置しなければならない。配置のルールは以下のようになっている。このルールにより無計画な配置ができないようになっている。ありがとうございます。